番組史上一番むずいんじゃないですね。どっちやろマジでわからん。どっちも感じええよ。ドキドキする。新しいパターン来るか。じゃあ根本ウイさん。のさ。選ばれたのは根本さんです。めちゃめちゃ悩みましただよね。もうやばい、こっちも迷ってました。どうするってこれに逃げたかったぐらい、うん、分かる分かる。どうせどっちか選ばないといけないから私は逃げると思ってました。最後の最後まで小籔さんが喋ってる時もその声入ってけへんから悩んで悩んで、やっぱ根本さんにしたのは二人で話した時に宮古島でいろいろお店とか紹介したいのどっちかなとか、一緒に海眺めたいのはとか想像したら犬も